皆さんこんにちは、マリコです。前編後編の2回シリーズでスペインの世界遺産の都市クエンカをご紹介しています。前回前編の動画ではクエンカの街の中心地にあるクエンカ大聖堂を見ていきました。スペイン最古のゴシック建築の一つであるこの大聖堂にはゴシック建築を特徴づける様々な技術を見つけることができました。説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひこちらもご覧いただけると嬉しいです。歴史的城塞都市クエンカという名前で1996年に世界遺産に登録されたこのクエンカで、ひときわ人目を引くのがガサスコルガダス、宙吊りの家と呼ばれるベランダ部分が崖にせり出したこの建物です。今回クエンカ後編の動画では、この宙吊りの家を中心にクエンカの魅力をご紹介していきます。 Vamos a empezar。 まずはクエンカの歴史を振り返っておきましょう。イベリア半島がイスラム教の勢力下にあった12世紀、この地を取り戻そうとレコンキスタの戦いに挑んだ王様がいました。カスティージャ王アルフォンソ8世。スペイン王ではなくカスティージャ王というのはなぜかというと、この時代はまだスペインは一つの国になっておらず、イベリア半島にはいくつもの王国が存在したからです。アルフォンソ8世は様々な王国の中でもひときわ大きく、やがてスペインの中心の王国となっていくカスティージャ王国の王様でした。アルフォンソ8世は幼少の頃に相次いで両親を亡くし、彼が王位についたのはまだたった3歳の頃でした。そのアルフォンソ8世が自らの軍を率いてクエンカを奪回したのは1177年のこと。精力的にレコンキスタを進め、多くの地をイスラムから取り戻し、キリスト教化していきました。この王様が奪回したクエンカの旧市街は、縦に細長い地形になっていて、一番細いところではたった70メートルほどしかありません。そのため、家が縦長にとても高い造りになっているのが特徴です。この細い地形を登っていた先に見晴らし台があるので、そこまで車を走らせました。この辺りからとてもカラフルな建物がたくさん連なっていきます。そしてこのマヨール広場の右手に見えてくるのがクエンカの大聖堂です。この大聖堂についてはクエンカ前編の動画で詳しくまとめていますので、ぜひそちらをご覧ください。ここからさらに道を進み、高台にある見晴らし台まで登っていきます。
車で一番高いところまで到着しました。ここから見晴らし台へと向かいます。素晴らしい景色が目の前に広がります。この左側にあるのがサンパブロ修道院。現在はパラドールと呼ばれる国営のホテルになっているところです。町全体が崖の上に立っているのがわかるでしょうか。クエンカがあるのはカスティーヤ・ラ・マンチャというとても乾いたどこまでも平野の続く大地です。そんなだだっ広い荒野に突然現れるこの高台は遠くまで見渡せるため軍事的な拠点としてもとても重要な地でした。そのためこの狭い崖の上の土地に高い建物を建てていったんですね。そしてこの中央付近に見えるのがカサスコルガダス、宙吊りの家と呼ばれるクエンカで最も目を引く建物です。この宙吊りの家を外から眺める場合はサンパブロ橋からの眺めが最高です。サンパブロ橋はもともと16世紀に作られた橋で、初代の橋は5つのアーチからなる石造りのものでした。橋のこちら側にある修道院と向こう側にある旧市街を結ぶ重要な役割を果たしていました。しかしその石造りの橋は19世紀の終わりに倒壊してしまいます。それに代わって作られたのがこちらの鉄筋のサンパブロ橋です。1902年に建設されました。高さは約60メートル、全長100メートルあります。今正面に見えるのがサンパブロ修道院、現在ではパラドールになっています。ほとんどの家が崖の上にあるのがわかるでしょうか。この橋はかなりの高さがあるのに柵は意外に低く、大きな揺れもありスリル満点です。高所恐怖症の方にはややハードルが高めの橋です。この橋から向かって左側にあるのが宙吊りの家です。崖の上に立ったこの宙吊りの家はご覧のようにバルコニー部分が完全に崖からせり出しています。この家が建てられたのは14世紀頃のことだそうです。19世紀には市庁舎として使われていた時期もあり、現在ではこの宙吊りの家の一部がスペイン抽象美術館として一般公開されています。外から見ると小さそうに見えますが、内部はかなり広く丁寧に修復もされているために広々とした印象を受けます。この美術館には常設展の他に特別展が開催されていることが多く、私がこの宙吊りの家を訪れた時にはちょうどピカソの版画の特別展が開催されていました。常設展特別展を合わせてこのスペイン抽象美術館は入場無料です。それでは美術館の内部を一緒に巡っていきましょう。こちらはバスク地方出身の大変有名な彫刻家エドワルド・チジーダ氏の作品です。いくつもの展示室がこのような階段と階段でつながっています。窓から覗く風景もとても素敵でした。こちらは先ほどと同じチジーダ氏の作品です。彼の作品は通常野外に展示されるような大型の抽象彫刻が多いので、
こうした小さな作品を見るのは初めてでした。どこを見ても古い石造りの建物が並びます。そしてここはまだ2階分しか階段を上がっていないんですが、かなりの高さがあるように感じますね。こちら側に先ほど渡ってきたサンパブロ橋が見えます。そしてこれが下に支えのない突き出たベランダの部分です。スペイン人の画家をはじめとするさまざまな抽象画の作品が並んでいます。こちらは暗室の展示場、ライトが美しく作品を照らします。また階段を登っていくと、ご覧ください、建物の中で私が一番気に入ったのがこちらの展示室です。整然と並んだ窓が額縁のようになり、外の景色がまるで絵画のように浮かび上がります。こんな家に住んでみたいですね。こちらは特別展示室です。この美術館を訪れた時にはちょうどピカソの版画展をしていました。そしてこの最後の部屋には、この美術館の歴史がパネルで展示されていました。この建物が美術館として使われ始めたのは1966年のことでした。前編後編の2本立てでお送りした世界遺産の都市クエンカ、いかがだったでしょうか。前編ではスペイン最古のゴシック建築の大聖堂を、後編では宙吊りの家を中心にご紹介しました。ここクエンカには歴史ある修道院を改修したパラドール、スペイン国営の素敵なホテルがありますので、クエンカシリーズの締めに別の動画でこちらのパラドールもご紹介したいと思います。こちらの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねをお願いします。こちらのチャンネルではスペイン語だけでなく、スペインの雑学やスペインの街の様子などを発信しています。チャンネル登録をしていただけると、新しい動画がアップされた時にお知らせが届きますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。 Muchísimas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.